政権を維持するためにはやはり次の総選挙で単独過半数を取ることです。当然それを意識した政権運営となります。私は基本政策に同調してくれれば野党の協力は拒みませんよ。それは弱気のお考えですな、渡辺先生。私は現実論を申し上げているわけであります。朝倉先生はどうお考えですか。最後まで喋らせてください。私の話もまだ終わってませんよ。朝倉先生のご意見も伺うことにしましょう。僕は どっちでもいい。君は国民をバカにしてるのか。すいません。いや、何が言いたいんだね、朝倉先生。ぜひ先生のご意見をお聞かせ願いたいね。あった。いや、すいません。どっちでもいいっていうのはどうでもいいという意味ではなくて、お二人がこうお話しされてる議論なんですけど、これを見てる人たちに届いてるのかなっていうふうに思いまして。どういう意味だね。お二人がこう議論されてる内容というか、何を話しているのかわからないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。そんなことはないんじゃないか。朝倉先生は政治が分かってないんだね。我々は君が生まれる前から政治をやってるんだよ。じゃあすいません、僕を小学5年生だと思って説明していただいてもいいですか。小学生に説明してどうするんだよ。そんなことしてたら朝までかかるよ。すいません、僕はまだ政治のことはよく分かってません。それは間違いないです。でも多分、いや、きっと先生方よりテレビを見てる人たちに近いと思うんですよ、僕の方が。皆さんは分かりますか、今話してる内容。カメラ目線だよ。とかこの議論の内容が皆さんは分かりますか。辛抱だよ。まずいよこれは。今のうち乗り換えた方がいいかもしれませんな。あちらです。おお、そうか。各家庭に対する教育費の補助を増やして、女性は出産しやすく、これから生まれてくる子どもたちには平等な学習環境を作るべきだと思います。おいしいコーヒー入りました。政権を維持するためにはやはり次の総選挙で単独過半数を取ることです。当然それを意識した政権運営となります。私は基本政策に同調してくれれば野党の協力は拒みませんよ。それは弱気のお考えですな、渡辺先生。私は現実論を申し上げているわけであります。朝倉先生はどうお考えですか。最後まで喋らせてください。私の話もまだ終わってませんよ。朝倉先生のご意見も伺うことにしましょう。僕は どっちでもいい。君は国民をバカにしてるのか。すいません。いや、何が言いたいんだね、朝倉先生。ぜひ先生のご意見をお聞かせ願いたいね。あった。いや、すいません。どっちでもいいっていうのはどうでもいいという意味ではなくて、
お二人がこうお話しされてる議論なんですけど、これを見てる人たちに届いてるのかなっていうふうに思いまして。どういう意味だね。お二人がこう議論されてる内容というか、何を話しているのかわからないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。そんなことはないんじゃないか。朝倉先生は政治が分かってないんだね。我々は君が生まれる前から政治をやってるんだよ。じゃあすいません、僕を小学5年生だと思って説明していただいてもいいですか。小学生に説明してどうするんだよ。そんなことしてたら朝までかかるよ。すいません、僕はまだ政治のことはよく分かってません。それは間違いないです。でも多分、いや、きっと先生方よりテレビを見てる人たちに近いと思うんですよ、僕の方が。皆さんは分かりますか、今話してる内容。カメラ目線だよ。この議論の内容が皆さん分かりますか。辛抱隊よ、まずいよこれは。今のうちに乗り換えた方がいいかもしれませんな。あちらです。おお、そうか。家庭に対する教育費の補助を増やして、女性は出産しやすく、これから生まれてくる子どもたちには平等な学習環境を作るべきだと思います。